グリーンズボロ・ウィンストン・セーラム・ハイポイント広域都市圏、および広域都市圏を構成する各都市圏、小都市圏の位置グリーンズボロ・ハイポイント都市圏、ウィンストン・セーラム都市圏、バーリントン都市圏、マウント・エアリー小都市圏、ピードモント・トラヤドは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州中北部、ピードモント第一条に広がる都市圏。グリーンズボロ・ウィンストン・セーラム、 およびハイポイントを中心として形成されている。単にトライアドとも呼ばれる。従軍にまたがる。この広域都市圏はグリーンズボロハイポイント都市圏とウィンストンセーラム都市圏のほかバーリントン都市圏、およびマウントエアリー小都市圏からなっており、その総面積は12,909平方キロメートルに及ぶ。人口は1589,200人で、ノースカロライナ州では、 第三の人口規模である。このピードモントトライアドと混同されやすいものに、州とローリー、ダーラム、チャペルヒルを中心として広がっている州、州第2の都市圏、リサーチトライアングルがある。リサーチトライアングルは、ピードモントトライアドの東に隣接しているが、それぞれの州都市であるグリーンズボロとローリーは、約1 2 6キロメートル離れている。ピードモントトライアドを形成する。 各軍の人口は以下の通りである。なお、ピードモントトライアド地域委員会及び、ピードモントトライアドパートナーシップは、アメリカ合衆国国政調査局による定義に、含まれる上記10軍に、北東に隣接するキャスウェル軍、及び南に隣接するモンゴメリー軍の2軍を加えた12軍を、ピードモントトライアド地域の範囲として定義している。これら2軍は、 国勢調査局による都市圏の定義ではどの都市圏にも含まれていない。ありがとうございます。